どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2018年1月28日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは宇宙戦隊キューレンジャーの感想から参りましょう。第47話、スペース47、救世主たちの約束、2018年1月28日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。キューレンジャーたちは剣さんを乗っ取ったドン・アルマゲに立ち向かうため、最後の決戦に挑みます。それぞれのメンバーはキューレンジャーに変身し、大量のジャークマター軍に挑みます。しかし、あまりの敵の多さに、ラッキー君とハミーちゃん以外のメンバーは倒れ込んでしまいます。そんな中、ドン・アルマゲが襲いかかってきます。ラッキー君とハミーちゃんはキューレンジャーに変身し立ち向かいますが、ハミーちゃんはドン・アルマゲの攻撃を受け、倒れてしまい、ドン・アルマゲは倒れている仲間たちを吸収し、パワーアップしてしまいます。さらにラッキー君はドン・アルマゲの攻撃を受け、変身が解除されてしまいます。それでもラッキー君は必死に立ち向かい、ドン・アルマゲの中にある鳳凰球玉をつかみ、ラッキー君はその中に獅子球玉を入れます。そしてドン・アルマゲを攻撃すると吸収された仲間たちがドン・アルマゲの中から出てきます。しかしドン・アルマゲは宇宙中のプラネジウムを吸収し、新たな姿に変貌します。キューレンジャーたちはもう一度変身し、ドン・アルマゲに立ち向かうのでした。次回最終回です。お楽しみに。続いて仮面ライダービルドの感想に参りましょう。第20話、悪魔のトリガー、2018年1月28日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。セント君は総一さんから禁断のアイテム、ハザードトリガーを受け取ります。その後セント君は葛城さんの研究データからハザードトリガーの内容をチェックします。そして玄徳さんから連絡を受け、博物館に向かい、和美君とサンバガラスたちに遭遇します。セント君たちは仮面ライダーに変身し戦闘を行います。しかし龍河君がスクラッシュドライバーの副作用により倒れてしまいます。セント君は龍河君を連れて逃げ出すことに。一方ミスラちゃんと竹川さんは玄徳さんの父親を元気にするため病院内に侵入し、ミスラちゃんの力で玄徳さんの父親の中にある毒を取り除きます。その後東都政府に玄徳さんの父親がやってきて玄徳さんを追い出すことに。しかし玄徳さんはナイトローグに変身し、パンドラボックスを持って逃げ出します。セント君は仮面ライダーに変身し追いかけます。さらにセント君は仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングに変身し、必殺であるスパークリングフィニッシュで玄徳さんを追い詰めますが逃げられてしまいます。一方龍河君は襲いかかってきたサンバガラスたちを相手にしていました。そんな中セント君はスクラッシュドライバーの副作用で暴走している龍河君を止めるため、ハザードトリガーとラビットフルボトルとタンクフルボトルをビルドドライバーにセットし、仮面ライダービルドラビットタンクハザードフォームに変身しました。今回はここまでとなっております。次回もお楽しみに。続いてキラキラプリキュアラモードの感想へ参りましょう。最終回第49話、大好きの先へ、ホイップステップジャンプ、2018年1月28日分の放送でございます。では文章の方へ行きましょう。あれから1年、一海外のみんなは自分の夢に向かっていました。なかなかキラキラパティスリーに集まれなくなったみんな、そこでゆかりが外国から帰ってくる今日が一海外のキラパティ最後の日になりました。最後にみんなは赤ちゃん用スイーツを作ります。そんな時、一人だけ夢が見つからなかったエシカのやりたいことがわかります。それはエリシオとの約束。スイーツで世界中のみんなを笑顔にすること。でもそれにはペコリンたちとお別れをしなければなりません。それを悩んでいたエシカは言い出せなかったのです。今まで見つからなかった長老の体が暴れ始めました。魂と離れている間に闇が生まれたからです。エシカたちはプリキュアに変身して止めますが、長老の体はびくともしません。そのピンチを救うため、謎のプリキュア、キュアエールが応援に駆けつけてくれました。ベコリンたちも駆けつけ、説得された体と魂は一緒になり、長老は元に戻ります。イチカもこれをきっかけに自分の夢に向かって歩き出すことを決めました。イチカの夢を応援するためキラパティを渡す長老。数年後、みんなは自分の夢に向かって歩き始めていました。そしてイチカは今日もみんなを笑顔にするため世界中でスイーツを作っているのです。エリシオの戦いから1年の時が経ちました。イチカちゃんたちはお別れ会の準備をキラパティ内でしておりました。イチカちゃんはキラパティに貼った写真を眺めながらいろんなことを思い出しておりました。そんな中、ペコリンが泣いてしまいます。イチカちゃんはペコリンを抱きしめました。一方野の花ちゃんが道で迷っているとゆかりちゃんと出会います。野の花ちゃんはゆかりちゃんと共にキラパティショップにやってきました。そして野の花ちゃんはハグタンにひよこのピュレを食べさせました。そんな中、ペコリンが海外のガイドブックを見つけます。どうやらイチカちゃんはエリシオの約束を守るためキラパティショップを使って世界を回ることを決意したようです。しかしお別れが辛くなり泣いてしまいます。泣いているイチカちゃんを仲間たちが励まします。そんな中、街中ではなんと長老の本体が目覚め大きくなり街を襲い始めます。イチカちゃんたちはプリキュアに変身し立ち向かいます。しかし長老の本体の強さに苦戦してしまいます。そんな中、ペコリンがプリキュアに変身し助けにやってきます。さらにさらにキュアエールこと野の花ちゃんが助けに来ました。
野の花ちゃんの攻撃により長老の本体は倒れます。その間にいちかちゃんたちはブリキュアアニマルゴーランドを発動させ長老の本体を浄化します。これにより長老は元に戻ることができました。数年後、ペコリンと長老は自分の店を持つようになり、シエルちゃんとリオくんはシエルちゃんの店で引き続き働くことに、ひまりちゃんはスイーツで科学を実験する科学者になり、葵ちゃんはロックバンドで有名な歌手になり、アキラちゃんは看護師さんを目指すことに、ゆかりちゃんはスイーツ修行のため世界を回り、いちかちゃんはキラパティショップを使って世界を回ることにしました。いちかちゃんは男の子と女の子にスイーツを食べさせ笑顔にしましたとさ。今回でキラプリの感想は終了です。いかがでしたでしょうか。次回からはハグッとプリキュアの感想が始まります。お楽しみに。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。